はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。えー、無能監督、入荷する編、やっていきたいと思います。えー、今日は、ミルカスケジュールス、スケジュールを、はい。で、えー、前回はどこだったんだっけヨープル戦かないや、ナポリか。ナポリに勝っておったと思うんですけど、あれから試合をして、ひどいです、最近。ブレントフォードに1、2、ウルブスに0、3、 CL ライプツィス05というね、悲惨な結果。ならコペンハーゲンでも1対3で負けてるっていうね。はい。悲しい結果になっています。まあでも、CL はね、いい。まあ決勝トーナメントには進出できたということで。問題はプレミアリーグなんだよね。まあ4位以内に入りたいんだけど、まあまだ全然いけるね。4位のアスミラとのカシネはまあ3なんで,で。今日が結構勝負かな。まあ勝負じゃないか。 もう、もう、ほんともうずっとここからリーグ戦もう踏ん張りどころが続く形ですね。で、今今日はアーサナル、2位のアーサナルとの試合です。で、隣、これなずっとレッドカード出場予定したのかって、もう、やっと知ったわ。うん。これ賭博してたんだよ。忘れてた、完全に。<laughs> だから、こんな試合出ねえんだよな。隣、こいつ。ちょっと調べたらね、 2024年の8月まで出場停止ということで、こんなに強いのに、しかも23歳って伸び盛り、もったいなすぎるだろう。何言う隣、首になんないろ。<laughs> 普通クビだろう。ちょうどニューカッセルも運悪いよね。取ってきたばっかり。しかも、あの、6400万か言うて、隣もっと、 高いかと思ってさ、ほんともう1億ユぐらい。いや、ちょっと、1 0 0円1億とかないか、7000万ユぐらいすると思ったけど、まあ、ではあんま変わらんか。はい、じゃあ、まあ、とりあえずは試合に行きましょう。アーサル戦ですね。で、スタメンは、ちょっとなんか、ボートマンが疲れてる、とか、交渉してるので、変えます。どうしよう。シェア、バーンか。ダンバーン。2メートル、1センチ。コーナーキックで点取ってくることになる。 えとりあえず、こんなんでいいかな。であと、ベンチだね。ターゲット疲れてるから。てか、怪我人多くねゴードン、ボトマン。この二人が怪我してる。エリオット・アンデルセン入れて、ゴードン、ゴードン怪我してる。ゴードンのところは、アステルズとか入れてみる。カリム・ビルソン入れるか。カリム・ビィルソン。隣のところは、どうしようかな。 カリ,ウスカリウスも怪我してたわ。どうしよう。まあ、いっか、この。ダメ、ダメと。ダムと。ダムって。うめね読み方が。はい。この選手行くわ。入荷セる。めちゃくちゃ長い、ね。ザニュー、ニュースから入荷するんすよ、じゃん、これ。すげえな。はい。じゃあ、これで行きたいと思います。 明日のたら富康いるかなてか、富安欲しいな。本当に。富安ね、あの、後ろどこでもできんの、本当に凄す,すぎる。やっぱいるわ。本当にね、やっぱ富安みたいな選手、あのディフェンスラインどこでもできる選手とか、2列目、トップ下も、両ウィングもできるとか、中盤、中盤と、 ボランチとトップしたどっちもできる選手とか、うん、やっぱりね、ユーティリティ高い選手は、すごいね。やばい。キーハイライトで見てなかった最悪。決められてるし。何やってんだよ。ちょっとね、このね、フォーメーションもね、あの、強いフォーメーションだと思ってるんだけど、ここ最近あんま勝ってないんだよね、ってか。 ライプチーに0校だった試合は、あれは結構選手をね、入れ替えてたからしょうがないと思うんだけど、リーグ戦負けてたの結構辛いなぁ。んなんでこれ止まってんだまだチャンスなのか。お、イザック決めろナーイスさすが。いやでも、なんだ、オッサイとかない、オッサイじゃないだろ、今。すごい抗議してるけど、アーセナルの選手。 どこが遅いなんだ <laughs> ないよな何もないよなそんなに今、なんだ抗議するところあったかファールとか言いたいのかなあ、でかいからね、一作。富安の方がでもでかくね冨百188センチって。富安でかいなこれ、ワイドターゲットフォワード効かねえぞ、俺。あ、インプレットフォワードだったるわ。ちょいりんとが。 ジョエリントンより普通に身長高い。俺、これあれだろワイドターゲットワード対策してるよ。アーセナル。アルデタ絶対してるって、これ。ジョエリントン、ジョエリントンと、出るのが、あれってか、アーセナルの右サイドバック誰だ <laughs> 飛びやすい以外。<laughs> やべえ、ドアスレした。なんかベジェリンしか出てこねえ。<laughs> あれ、れベジェリンじゃなくて、アーセナルの右サイドバックは、左がティアニーでしょ。ティアニーと、 ほんとあれ、あれ、幸せした。まずい。マースナルの選手も覚えてないのか、俺は。誰だっけちょっと調べるさすがに。あい、見、見せてくれよ。あ、どれちった。前の方してるけど、サイドバック、毎回ね、サイドバックの選手をね、忘れがちだと思うんだよ、俺。あぶねえ。 確認しようさすがに。えー、っと、これでこうで、こうか。左サイドバック。左サリーバー。あ、ティンバーもいるか気にさそう、このティンバーは、どこで使われてんだろうね。大きい怪我してるよね、でも、リアルだと。もう復帰したんかなあ、してるらしいわ。ちゃんとしてんだ、このゲーム、本当に。 あ、か、ジンチンコ、いや、ジンチンコ。ティアにジンチンコ、左で。あれ、右、もう一人いなかったっけエノタバレス。おぉ。これ、モッティンガムフォレストに、危険つき跡中。マルセイユもなんかいるけど、これどういうことだ 223マルセイで、今年はのってフォれスうってことか。でも左サイドバック、まだ右サイドバックやってんのかなうん、のタバレスも聞いたことある。この3人プラスあート、この、カドリック。でわかんない。この選手いたんだでもそれに強くね、両サイドバックできて、スピードちょっと低いかもしれないけど、次いいなぁ。 あれ、もう一人いなかったっけベジリンみたいな、なんか、ザ・アーセナルで、アーセナルの右サイドバックで言えば、こいつっていう選手。敵はすんだけどな。忘れちゃった。富安と、富康、去年富安と、ダメ争ってた選手だよ。あれ、でも絶対富安とベジリンは争ってないんだよね。 ちょうどベジリンがいなくなったぐらいのタイミングで富スが入ってきたと思うんだよ。お、いいよ、これ。チャンスか簡単いけるかこれ取られなければ、こっちのチャンス。え、これ。おいあ。これはアーセナルのチャンスだなジョルジーニョいいよなジョルジーニョ。サリ、サリカンとこはアーセナルとかないんか <laughs> ないか。 全然もう、アルサです。今すごいもんね。いや、い結構な決定機だったね、今。マルティネディ。強い、この星5。パス低いけどね。なんか、運動量あるんだ。これは強いなぁ。もボール持たせて、ドリブルでガツガツ仕掛けてもらいたいないや、もうずっと相手のチャンスじゃない まセットプレイからはそんなに失点する気はしないんだけど。<laughs> いや、これはセットプレイじゃない。<laughs> これはセットプレイじゃないです。はい。一年、ね、やっぱ身長でかい選手多い,いからね。コーナーキック、頭でせられてゴールってことはないけど、今みたいに、セットプレイの流れからは、まああり得るよね。うん。これひどくね <laughs> なんとも言えないわ。1対2、これ来たやつたボロ負け。0.27対1.77。で、アルビノンがちょっとまあ、疲れ気味。まあまあのプレイシてるアルビノンちょっと変えるか。ここ。マーフィー。ヨット・アンデルソン入れるか。いや、でも、彼右だな。 ウリントン左ってこともちょっと違うよな。バーンズにするか。バーンズも左かい。マーフィーか。じゃあ、はい。じゃあマーフィー入れるわ、はい。マーフィー頼む。決めてくれてか。ここね、負けたら、解任の可能性もある。そういえばね、あの、か、この試合負けたら解任されるかもっていうね、記事を見,見ちゃったんだよそれは。ちょっとね、チラッと目に入っちゃったから、 やはにこの C 級ライセンス受講、受講中の監督を雇う気にはならないんだろかな。でも、リアルの、あの、入荷数今結構まずいんでしょ順位的にも。だから、今のエディハウだっけよりかは、いいんじゃないのこのシャリマグロの方が。<laughs> 絶対ねえわ。 いや、相手じゃないですか、これ。いや、もう。いや、でも、アーセナルに勝ってないのは、しょうがないでしょ。うん。だって、選手の質が、ちょっとね、やっぱ、ワンランク上でアーナルの方が、能力見てて。うん。仕方ない、仕方ない。これは多分、サポーターとかもね、受け入れてくれるわ。で、ちょ、威力変えるわ、うん。ちょっと疲れてる、疲れてるわけじゃないけど、もうしょっとりともいろんな選手を、 これ負けたらギーマライスも変えちゃうわ。うん。ワンボ選手入れ替えて、主力選手を温存する、え、ことをします。はい。これでいいかな。はい、はい、はい。こうか。はい。じゃあ、これで、また見てるだけです。もう指示もしない。ただ見てるだけ。 まあでもゴールキタチ零0.35でよく1点取ったよ。ポジティブに捉えよう、ここは。あ,あ、もうゴールキタッチ敗で3.26。もう妥当、妥当の得点数だ。あれ。何もできなかった。何も、本当に何もできなかった。やばい、ついに8位。 いや、これは、次の動画までに会員されてる <laughs> うーん、あなたのチームマネジメントにやや失望している。でね、移籍予算もらったんだよ。だから、会長が早く、会長早く補強してくれ。三マ取ってこい、三ト三 <laughs> ミ三マ,マ強いからな、多分、ほら。ドリブル18って、一生三マにドリブル、 させる先日作るから、三笘取ってきてくれないかな俺、関心つけてたらダメこれ。ルール違反もう一回誰かにつけてんだよね。まあいいや。で、なんだっけ。あ,あ、そうだ。話し合いか、会長と。はい、参加。えー、監督の現在のパフォーマンスに満足していないので、 独当したような武器か考え上げてるチームがこれほど不調な理由をぜひ説明してほしい。故障者が、交渉者がやっと賭博してる人もいるから、チームの雰囲気が下がった。はい。故障者の問題承知の上だけれども、これからどのようにチームのパフォーマンスを改善していくつもりか教えてほしい。えーっと、どうする根拠は全く役ではあみませんでした。長い目でほしい。長い目で見てほしい。お、今シーズンのことは忘れる。 次のシーズンには解善された姿を見たい。マジか。やべ、次のシーズン、すげえプレッシャーかかるぞ。マジか。勝てるかなちょっと不安だわ。はい。じゃあ、今回はここで終わりです。まあ、次回は、どうしようかな。チルシー戦とかちょっとやりたいけど、まあ、あ解任されそうになったら動画撮ります。 ご視聴ありがとうございました。